や怪物は見ましたよ。もう早速興味ないじゃん怪物。いやいや興味はないですまあまあぶっちゃけ期待しすぎたかな、まあ、あそう結構好きだけどな考察がはかどるねあれは。まあ、昔からある映画のスタイルなんで、あれは。そう、まずだからストーリーとしては、大きく言うと三部構成だね。シングルマザーがいて、うん、第一章みたいなところでシングルマザーが主役なんです。何？別々の目線を見ていくってことですか？こういうことです。まあ、昔からある。よく言われるのは、黒澤明の羅生門が、ああ、羅生門。そういうのやって、羅生門効果ってよく言われる。羅生門、英語でも羅生門エフェクトって言われる手法なの。一つの事件があってその事件を容疑者と被疑者側から語る。だからお互いに言い分が違ったりするじゃん、視点が変わると、本質は何だっていう物語を構築していくっていうのを羅生門効果っていうのよ。映画業界ではあの告白とか、そういうのに近い世界観でもあるかも。あーなるほどね、二面じゃなくて多角的な手法ですよね。そうですね。で第一章みたいなところでシングルマザーが主役なんです、自分の子供男の子なんだけど暮らしていて、その子が徐々になんか変だなって違和感を感じるんですよ、靴を片方なくしてきたりとか、水筒に泥が入って帰ってきたりとか、家に帰ったら髪の毛がそこら中に散らばっててバッサリ髪の毛切って自分で切ったりとか、これはいじめられてんじゃないかということで学校に行って話を聞いたら、学校側がなんかもうもごもごしてて、話を聞いてたらもういじめだっていうことになり、で最終的に学校側が会見を開いて教師をクビにしたりとかいろいろなっていく。それがまあ第一章、で第二章が今度は担任教師が主人公になるのかな、エータなんだけど、一章の方では学校側がもごもごしてたりとか、ダメ教師ダメな学校っていうような風にしか見えなかったんだけど、第2章始まると実にまともな教師で、なんならちゃんとしてる生徒思いでしっかりした教師だってことが分かってる、その瑛太の目線から見てたら、突然シングルマザーの子供が別の男の子とこう喧嘩始めたりとかして、むしろいじめっ子側に見える、そう思っていたらその親がシングルマザーの方が学校に文句言ってきて、モンスターペアレンツみたいな風に映る、でだけど学校側はこう事なかれ主義で問題を大きくしたくないからとりあえず謝っとけって言ったりとか、いうことで言われた通りにやってったらどん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 ことが進んでいって、最終的に会見させられて問題教師としてクビにさせられるっていうことになってしまう、で第3章で子供たち子供2人の目線で、まあ、真相っていうかね、こうでしたよっていうことが明かされるっていう。へえ、なんかちょっと見てみたいかも。でまあもうね、ここまではもう言っちゃっていいと思うんだよな、同性愛なんだよな、子供が、そう、カンヌでなんかその手の賞を取ってるから、もうその時点でもうネタバレになってるんだよね。クエアなんたら賞みたいなの取ってるはず。俺と脚本賞取ったのかな、じゃあ。あ、脚本賞、あ、書いてあるな、脚本賞を受賞、坂本さんが取ったから。だからこの男の子2人が、まあ、同性愛みたいなことだったっていうことなんだけど、みたいなところで結構好きだけどね。見た人のその時の体調だったり精神状態だったりで誰が怪物なんだも変わるし、そう1回目見た時は子供たちに感情移入したけど、次見た時は先生に感情移入できたりとか、なんだろうな、一定じゃない感情の仕方をできる映画かな。そうね、だからこれ枝監督らしい感じはするよね。こう投げっぱなしというか、事実を突きつけて、別に何かメッセージがあるわけでもないというか、こういうこともあるよねっていう。なんかすごい、是枝監督がやりたい脚本家っていうのが坂本さんで、多分オファーがいったのかな、是枝監督に。やりたい脚本家だってずっとインタビューでも言ってたらしくて、でそれが実現してて、普段の是枝さんの撮り方で自分が脚本書いてるから、子供たちってそのシーンそのシーンでメモを渡したりするんですって、セリフの。はいはい、台本じゃなくてね。そう、メモを渡してこれ言ってくれみたいな。でもちろん撮影中も自分で本書いてるから変えちゃうし、っていう撮り方をしてるんだけど、今回は坂本さんが脚本を書いてるから台本も先に渡してほぼセリフも変えず結構忠実に撮ったらしい。
今までの多分これらさんのスタイルとはちょっと違うのかな。で毎回どの作品もそうだけど、やっぱり子役が素晴らしいよねこの人。基本最近の子役みんなうまいんだよな。他の映画もの子役もうまかったし、あと子役の誘導の仕方が是枝さんうまいんだろうな。ね、現場でもね、なんかあるんだろうね、演出の仕方があるんだろうから。そうだから俺もう一回見たら違うのかなと思いながらいて。でももうだからネタバレ上等でいくけど、絶対あれ死んでるじゃないですか最後。あ、誰が死んでる？子供二人。あ、二人、あの田舎の町なのね、まず大前提が、うん、湖の近くの町っていう設定だから。でそこにものすごい台風が来て、うん、その台風の日がラストの山場なんだけど、台風の日の夜中にクビになった教師が昔の作文とかを見てて、この二人が好き同士だっていうことをなんとなくこう感じ取るわけです。いじめてたわけじゃなくて、うん、そうそう。でそれで早朝にそのシングルマザーの家に行って、俺が間違ってたっつって叫んで、うん、ごめんなって言って、お前悪くないんだよって叫んで、シングルマザーが出てきて子供の部屋を開けたらいなくて、おそらくもう一人の子の方に会いに行ったんだと。二人でこう秘密基地みたいなのがあって、で母親その場所をなんとなく知ってるから、電車の車両が一個あってね、でそこは秘密基地になると山の中に、そこに行ったらもう土砂で埋もれてて、掘り起こして窓ガラスの泥を払ったって覗き込むところで終わるんだけど、その後なんかこう急に世界観変わって、男の子二人が笑顔で走り回ってるっていうようなシーンがラストシーンなんだけど、これちょっともう一回見るんだ機会があったらちょっと注目してほしいんだけど、そのシングルマザーじゃない方の男の子の方が服装が違うんですよ。これまでどことどこで違うんですか？シングルマザーじゃなかった男の子の方がですね、あのいじめられっ子なんですよ、本当の。その子自身が。まぁ、ちょっとこう、知能が幼いからだと思うんだけど。うん、で、あと、家が、そっちは、父子家庭。中村獅童が父親で、一人息子なんだけど。で、そこでの家庭内暴力をされてるわけですよ。はいはい。だもんで、体中にあざがあったりとか。うん、してて、それを隠すために夏場でも毎日長袖長ズボンなんですよ、うん、だけどラストシーンでは半袖半ズボンになってて、二人で手を取り合いながらキャッキャッキャッキャ言いながら走っていくっていうシーンで、そこにはもう怪我とかもなくて。なるほど、なんと見てるんですね。ここまで見なかった、うん、見なかったっていうか、それね、でもあれですよ、 PR に出てるシーンだから、それ最後のシーンは、うん、ああなるほどと思って。なるほど、確かにそれ聞いたら死んでて、なんか理想の世界というか夢の世界というか、その辺のちょっと前に秘密基地のところで、こっから先は行き止まりっていうシーンがあるんだけど、フェンスがあって先行けないねって言ってるのがあるんだけど、駆け出してるシーンはそのフェンスの向こうに走ってたりとか。おしゃれですね。なんかおしゃれなんですよ。なんか裏設定が多分結構あるはずと思って。まあでも感覚で見てても面白いっていうのはね、適切かどうか分かんないけど、いい映画でしたよね。そうね、だからまあ多分一番やりたいのは、本当見る人によって悪者が変わってく見えるっていうことなんだろうなと。そうですよね、だからそこを楽しむって言い方もあれだけど、まあ、カンヌで絶賛されてるから、まあこれ以上の大ヒットはしないだろうけど、全然いいと思いました。見てよかった。一個辛口なことを言うと、坂本さんも是枝さんもどっちも遠慮しちゃって、うん、二人の良さがちょっと殺されてるような気がした、うん、坂本さんが脚本だっていう映画ってもっとこうセリフが立ってるというか、はい、坂本さんっぽいセリフ回しだなはもちろんあるんだけど、怪物にも他の映画とかってもっとあるような気がして、で是枝さんも是枝さんのなんか今までの是枝さんの良さがいい意味だと中和されてる気がしたんだよな。なるほどね。見てみたいですね。万引き家族とかに比べたら全然軽いです。なんか是枝さんっぽいっぽいですよね。まあね、題材も何も。いやもう、ね、残された大人たちはどうやってこれから生きていくんだろうなとか思っちゃいましたもんね。あんまり LGBT でも子供っていうのもなかなか珍しいですよね。まあわかんないですけど、結構あるのか。まあ子供側があるかどうかわかんないですけど、最近多いですよ。あ、そうなんですか。そういう子供題材というか、LGBT が題材にするのが、宮沢りえの僕らの長く感染症ってわかります？あー、懐かしいですね。昔あれをここ2、3年以内かな、アニメ化したんですよ。僕らの中間戦争を原作にアニメにしたんですよ。そしたらやっぱ今のご時世だから、その中に同性愛者がいたりするんですよ。なるほど。昔の作品をリメイクする時のキャラの関係性で一個同性愛者がいるみたいなのはね、結構最近多い。ああ、まあそんだけね、世間的に市民権を得るというか、うん、その映画の世界も
ちょっと見てみたいですね。うん